ビルマのランで道端に捨てられた大東亜戦争軍票大東亜戦争軍票とは日本が第二次世界大戦中に東南アジアを占領した太平洋戦争におてこれらの占領地で日本軍が発行した軍用種苗の総書である1941年以後にアジア太平洋地域の各地で発行され各占領地域で従来発行されていた 通過単位を踏襲したため、各占領地の軍票の通過単位も異なっていた。そのため多くのシリーズがあり、種類も多い。日本軍は、日清戦争以降、軍事行動の際に必要な資材や労働力の代償として、各種の軍票を発行していた。これらのものは戦後処理などにより後に、日本政府が成果と交換しており、 日清戦争からシベリア出兵まで日本軍の発行した軍票はほぼすべてが回収されていた。しかし1937年の六甲橋事件直後の軍用手表発行要領以後に発行された日中戦争における日下自編軍票以降は各種の軍票が発行されるようになった。そして1941年12月のマレー作戦を境に勃発した 太平洋戦争により、アジア、太平洋地域全域に先端が拡大したが、11月1日に、カヤオキノり、大蔵大臣により、南方外科表示軍票の発行を決済した。これが、南方各占領地域で使用した各種の軍票である。太平洋戦争中、乱領インドネシアで、日本軍が使用したジューグルデン軍票太平洋。 戦争中、マレー半島で、日本軍が使用した100ドル軍票太平洋。戦争中、フィリピンで、日本軍が使用した10ペソ軍票太平洋。戦争中、エ領リビルマで、日本軍が使用した1、ミルピー軍票太平洋。戦争中、南太平洋地域で、日本軍が使用した1シリング軍票。ありがとうございます。